はいえー、田中翔造を朗読する15分を始めたいと思います。えー、っとですね、今はですね、もうきょは終えたいなっていう感じなんですが、小松宏先生のです、ね、田中翔造選手第4巻におけるです、ね、解説を読んでおります。 でまあ、あの直訴について、えー、田中正造は、天皇にはです、ねえー、それほど期待していなかったのではないかというあの意見というか、まあ、なんていうんでしょう、解釈というか、説ですかね、えー、学説というか、あまあ、そういうのがあ,のあるんですけれども、それに対して、いや、全くあの天皇に期待してなかったということはないでしょうという話をしております。 でまあ、そこでですね、えー、重要なのが、あの天皇の勅令というものですで。これについてはですね、まあ、大日本帝国憲法に、えーまあ、しっかりとですね、定められていると。で、ちょっとこれ、あのこの本文に行く前に、えー、天皇の勅令の話をちょっと見ておいた方がいいかなと思うんですね。まあ、大日本帝国憲法で、 ええとですね。<laughs> はい、ちょっとこれをあのお見せしますね。えー、大本帝国憲法の <laughs>、はい、こちらですが、えー、これ直例というのでね、あの、ちょっとこの引いてみたいと思いますが、直例はい、<laughs> まあ、 いくつかあるんですけど、ちょっと第8条を、ねえー、読みたいと思います。天皇は公共の安全を保持し、またはその最悪を探るため、緊急の必要により帝国議会、閉会の場合において、法律に変わるべき勅令を発すとあります。まあ、ですから、これはあの帝国議会がですね、ちゃんと、えー、機能していて、 いればまあ別にいいという、緊急の場合ということですね。で、その二 2, 2項、この勅令は次の会期において帝国議会に提出すべし、もしくは議会において承諾せざるときは、政府は将来に向か,向かってその効力を失うことを交付すべし、ということで、 まあここでは、あのその議会においてですね、これはあの天皇の勅令をこう退けるあのことができるというあの、そういうことですね。この辺あの結構、なんていうか、意外,と意外というかね <laughs>、こ大日本帝国憲法っていう、あの天皇の勅令をです、ね、議会があの無効に、無効化することができるということですが、えー、第45条、衆議院解散を、 命ぜられたるときは、直令をもって新たに議員を選挙せしめ、解散の日より5か月以内にこれを召集すべしと、まあ。ということで、これはあの衆議院が解散したときに直令を発すと。それから第55条、これは国務大臣の保出の話ですね。すべて法律、直令その他、国務に関する招直は、 国務大臣の副を要すると。まあ、だからですからあの、天皇はやっぱりね、なんか緊急の場合というか、あのまあ、非常にこう例外的な場合で、あくまでその議会とか大臣が政治を行うということですね。第70条、公共の安全を保持するため緊急の需要ある場合において、内外の情景により、政府は帝国議会を召集すること。 与たわざるときは、直令により、財産上必要の処分をなすことをう。はい。これはですから、まあ、直令といっても、この財政の話ですね。はい。以上が、大日本帝国,帝国憲法における直令の、まあ、あの、えー、が、直令という言葉が現れる箇所でした。はい。で、ちょっと元に戻ります。えっ、ー、とですね。 ねはい、というわけで、まああの <coughs> まあ、この直令というのがどういうことなのかというのは大体お,かお分かりになったかと思いますが、かなりその緊急の場合ですね、えー、そしてそれはあの、まあ、その次の議会が起きたときにですね、あ,のあ,る,ある種その吟味されるというか、チェックされて、場合によっては無効になることもあるというのが、これが、 なんていうかな、あの天皇が絶対という感じのです、ね、戦前の体制というのとは、ちょっとやっぱりあの違うなというふうに思うところですね。はい、で、続き、この、えー、小松博先生のです、ね、文章の続きを見たいと思うんですが、これは田中正造が1999年3月8日に議会で行った質問演説の中で、 えー、公然と直令発布を要求しているというところです。はい、えー。町村は、町村制の法律を入れるところの余地も何もない、国家の義務も何にもすることもできない村になってしまったのである。はい。これはいいですね。えー、要するに、えー、この、まあ、瞑想をされたのはいいんですけれども、その面相によってですね、まあ、あの自治が、 亡くなってしまったというあの話です。そうすれば、これに対するところの特別勅令を出すか何かいたして、相当なる処置をしなければならないのである。はい。まあこれはね、多分ね、当時の人からするとびっくりしたかと思います。まあ、先ほど読んだように、第日本帝国憲法においては、勅令というのは非常にこう例外的な場合で、 国会がこう開かれていないときにですね、ああ出されて、次の議会のときにあのどうするか、みんなで話し合って、場合によっては無効にできるって、そういう本当にあの特別の場合に直例というのは出されるわけですよね。ところが、この村があのこう自治が成り立たない、要するに選挙権も非選挙権もえこう取られたというか、失っている状態ですから。 ですから、そこにあのもう直令でなんとかするしかないって言われて、まあ、多分おそらく聞いてる人、みんなびっくりしたんじゃないかと思います。中略、また、当年の議会を待たずして、直令を出せば済むことである。はいですから、この直令でも、この公読問題を解決しろということです。直令を出して、これが長く持つ直令ではございませんが、 はい。でこれはあの大日本帝国憲法のまあ、あの条文をですね、えー、念頭に置いているわけです。えー、決してこの勅令はもう一回出したらそれがずっと有効ってわけじゃなくて議会でえどうするか決めると。中略、鉱読の被害は年々継続してあと、えー、からやってくるのでありますから勅令を出して何とかそれを取り繕って。 長いものじゃない、その土地に、えー、今日は権利もない、財産もないと言っても、人民はおるけれども、はい、人民はいるわけです。で後にはそこには人民がおらなくなってしまうという結果でありますから、まあ、この公読が続けばそうなってしまうと。直例を出しても何の役に立たなくなるということは分かっておりますけれども、まず人民のおるうちには、 これに対する処分法を出さなければならんということは決まっておる。これを人が教えないから、教えないなら、格別、こちらから教えて、それをしないというのは、何たることであるか。はい。えー、かなり、このなんていうか、あのえー、こう <laughs>、無鉄砲な感じがする、あのまあ、議会での質問だなと。 思いますまあ、直令をしないっ、えー、て一体何ということであるかって、結構これは、何て言うんでしょうね、あの直令って天皇が出すものですから、あの、えー、なんとも言えないですねね。田中さん、こう議会の中でこういうことを言うっていうのは、なんか天皇に直訴するとの田中さんとこう、議会で直令を出せ。えー 出さないなんてなんたることかって言ってる田中さんってのは本当にどういった人物なのかという <laughs> 気がしますけどね。はい。ですかこれは明らかにあの議会の場で、まあ, <laughs> あと、えー、直令を出さない、直礼を出さないのはおかしいと言っていると。これとですね、えー、こので天皇に、 えー、直訴をするという、まあ、時のですねこの姿勢の違いというのが、まあ、ちょっと気になりますよね。はい。で、いずれにせよ、この,あの直例でなんとかしろと、この町村自治が成り立たなくて、それで村が荒れ果てて、高毒の被害がどんどん続いている、これはとりあえず直例でなんとかしろと、まあ、こういうわけです。おそらく、まああの うん、そこで聞いてた人はちょっとびっくりしたでしょうね。まあ、これはあの私は何、えー、と思いますかというふうにあの聞かれればですね、まあ、普通に考えれば議会なんですから、議会の中でなんとかするべきというふうに、まあ、そらく多くの人は考えたんじゃないかと思います。ただ、田中さんからすると、議会はなどうにもあの動かないということなんでしょう。はいでえー 小先生の字の字文に戻ります。伊藤博文の憲法義下によれば、直令には憲法第8条に規定された緊急直令と、第9条に規定された行政命令とがあると説明されている。ここで肖像が要求している特別直令とは、行政命令の中でも特に独立命令と表現されているもの。すなわち、 天皇は公共の安寧秩序を保持し、および親民の幸福を増進するために必要なる命令を発し、または発生しむという部分に該当するものと考えられると。はいまあ、ですけど、ちょっと一応ね、これ確認しますが、先ほども読んだように、その部分なんですけども、えー、ここですかね。 えとあ違いますね。これは、だから伊藤博文の文章ですね。ちょっと若干、えー、違、違ってますよね。大日本帝国憲法とね、あの、文章が。ちょ、ちょっと待ってくださいね。これ、小松先生は <laughs>、なんか引用文が微妙になんか違うような気がしますが、えっ、ー、と、そうですね。天皇、公共の安寧秩序を保持し、 増進するというところですけど、これ、直令というか命令を発しですかね。ですから先ほど私たちは、直令という言葉が書いてあるところだけ読んだんですが、第9条ですね、直令という言葉がないところですね、天皇は法律を執行するために、または公共の安寧秩序を保持し、および 市民の幸福を増進するために必要なる命令を発し、だから命令なんですよね。または発生しむ。ただし、命令をもって法律を変更することを得ず、えここ結構重要じゃないかと思うんですね。あの、小松先生はあの、えー、ちょっと移しましょうか。えー、共有を停止して、はい、こ私が今言ってるのは、ここの部分ですね。 小松先生が先ほど引用した後に、ただし命令をもって法律を変更することを得ずというふうに書いてあります。ですから、やっぱりこれはあの、天皇が絶対というわけじゃなくて、天皇がどんどん命令できるということじゃなくて、あの議会というものを、えー、通じてですね、まあ、あの法律というものがこう立法、えー、されまして、 それではなく、まあ、本当に特別な場合なんだということになるかと思います。はい、元に戻ります。だから、この辺はちょっとね、えっ、ー、と、えー、書いておいた方がいいかなと思いますが、ただし、えー、法律を変えることはできないと。と、えー、その直後に書かれている。 まあ、ですから、はいはい。この辺はなんで小松先生を落としたんでしょうね、えー。という部分に該当すると考えられる。はい。で、次の段落で。直令による処分という方策は、第一次公読調査委員会でも長岡宗義委員によって提案されていた。はい。で、この長岡宗義先生。 えー、東大のですね、まあ、あの農科大学ですね、東京、帝大の農科大学、まあ、今では東大農学部ですね、古代吉直先生の方が、まあ、えっ、ー、が、この高読事件に関しては、えー、有名であの、東大農学部のホームページにもでかでかと、えーまあ、当時ですね、高、まあ、読の問題 <laughs> に取り組んで、まあ、調査をして、<laughs> はっきりとですね、 まああのえー、足尾道山、えー、が原因だということを突き止めていた、えー、で長岡宗義先生も、えー、そこを一緒に共同調査して、その後第一次鉱毒調査委員会に、まあ、あの入って、まあ、要するに御用,、えー、用学者ではなくてです、ね、はっきりと、えーまあ、これは鉱毒を止めるためには公儀を停止しなければならないということを言った。 そういう立場の人で、まあ、我々はこの長岡先生の、えー、言葉というか、あの名前はですね、えー、記憶に値すると思います。えー、まあ小沢義直先生と並んでですかね。ですから、小沢義直先生を要するにあの外国にあの追,い追いやっちゃったわけですよね。<laughs> でも、その後に長岡先生が残ってて、でも、その後ここでまたやっぱりちょっと外国に留学しろ ってあの飛ばされちゃうんですけれど、まあでもこういうことがあったと。で、ですからこの長岡先生は、この第1次鉱読調査委員会においてですね、えー、これはその、あの、公共の安寧に関わることだから、だから直令によってあの処分ができると、まあ法律上ですね、できると。えー、ということを、まずあの、おっしゃってたということですね。 でこの時は実現しなかったが、現実性が全くないものではなかったと言えるだろう。ただ、これあの、そんなにしょっちゅう出すようなものではない、えー、とは思います。はい。で、それを肖像が人民のおるなうちの緊急処分法として要求し、この人民がいるというのは、要するに、あのまだその鉱毒被害地にいて生活していると。だから、その人民がいるんだから、彼らのですね、 あの安全です、ね、に関わる問題だということで、まあ、緊急の処分法として要求した。しかも、当年の議会を待たずして、はい、だからその年のです、ね、議会が開かれるとか、そういうことはもう待たなくて、直令を出せば済むんだと、えー、そう言っていることの意味、まあ、それはさまざまな点で大きいと思われる。以上ののように、えー、正の天皇館と 公独反対運動の両面から考えてみると、肖像が天皇に期待するところが全くなかったとは到底考えられない。はい。これはおっしゃるとおりかと思います。はい、えー。何らかの期待が確かにあった。そして、その期待とは、残された資料から推測し得る限りでは、まず天皇が憲法第9条によって直令を発して、被害地、町村、 人民を救済し、有徳の君主としての徳を率先して示すことにあったと考えられる、まあ、これは有徳の君主というのは、あの田中正造が言っている言葉です。つまり、とりあえずの救済を天皇の勅令による処分に求め、そして永遠に救う道をそれを突破こうとする憲法法律の正当な実行と。はい えー、でこの永遠に救うっていうのはあの前に読んだところに出てくるんですけれども、あのこのそらくちょっとなさっきの大日本帝国憲法の規定をですね、参照すると、なんかこかなりあこの永遠に救うっていうのは、あのこの未来世代のこととかそういうことも含めてるのかどうかっていう話をしたと思うんですが、もしかしたら、 その天皇の直令というのは一時的なものなので、えー、その後も続くその法律というのを、後からは規定しろとういう、その程度の意味だったのかもしれません。はい。まあ、ちょっとこれはあは、ちょっとですね、元の文をもう一回ちょっとチェックしないと、あのえー、この永遠に救うというのは、<laughs> えーまあ、未来世代ですね。<laughs> を救うという、えー、意味ではなく、えー、直例が一時的なものであるために、恒、え、久、ー、的な立法が、えー、後から必要になると、えー。という意味かと、まあとりあえずノートに書いておきたいと思います。 でえー、それを突破こうとして、でも直令を突破こうとして、えー、憲法法律の正当な実行と、人権や自治や生命や土地や清流、これ、清い流れですね、えー、清流が大切にされる政治の確立に求めたと、えー、言えるのではなかろうか。そうしてこそ天皇の尊厳も回復されるのだと。はいまあ、これはその憲法法律が、 無視されている、えー、状態では、天皇の尊厳があの保たれないというふうに田中が言ったというところですね。ただ、ここは私の解釈はちょっと小松先生と違ってて、あのー、天皇は政治に参加させてはいけない、あの俗,俗なるものには、えー、このあまり関わらせてはいけないという、まあ、そういう意味で、えー、この神聖さとかを使っているのであって、 なんか我々が考える、その天皇は神聖絶対だから、何でもできるっていうことは、当時は考えられていなかったというふうにあの見たほうがいいのかなと思います。でこれはなんかやっぱり、どうしてもね、我々の場合は、第二次世界大戦の、えー、いろんな問題がありますので、そちらにちょっと引きつけすぎないように、あの気をつけないといけないかなと思います。 はい。というわけで、えー、このちょうどですね、この解説の終わりにの手前まで終わりました。<laughs> はい。全部はちょっと終,え終わりませんでしたね。また続きは明日、えー、やりたいと思います。